グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。266枚目の作品は丸山応挙の雪松図屏風です。作品を選んでいただいた番組監修の藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。丸山応挙は江戸時代の中期に京都で四条丸山派と呼ばれ、写生をもとにした風景画を描いた巨匠ですね。京都画壇の本流である狩野派とは異なる軽く優しいタッチで描いた画風は庶民に人気で、子犬などはとても可愛らしく描いています。弟子入りを希望する者が押し寄せて困ったほどだったと言われてますね。しかしこの雪松図はとても重厚に表現されていて、応挙の素晴らしい画力を見せつけられるようですね。手を伸ばせば触れられそうに描かれた松の枝、そして雪、これは墨と金泥と紙の地を生かした白のみで描かれています。シンプルな構図ながら日本画特有の凄みのある静けさが漂う名画ですね。国宝というのが頷ける傑作です。うわあ、素敵、とっても幻想的ですね。思わずうっとりと見とれてしまいます。これが墨と金泥と紙の白だけで描かれてるなんて本当に驚きです。写実派と言われるように、応挙は細部も明確に描き出しています。この絵の松の間にこんもり積もった雪とその合間に見える針のような松葉の表現は神秘的ですらありますね。すごいですね。西洋の絵をたくさん見てきますとね、日本画特有の表現に懐かしさを感じるんですね。この絵のように白と黒、そして線描という洗練された描き方は嬉しくなってしまいますね。応挙の雪松図は300年の時空を超えて語りかけてくる名画です。実は日本の絵は世界一だと僕は思っているんです。まあこのことはまたいつかゆっくり話しましょうね。はい、ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中靖さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はグリーグの叙情小曲集からワルツです。全部で66曲からなるこの美しい曲集はグリーグが描いた絵日記のような趣です。シンプルなメロディーが印象的なワルツからはグリーグが愛した北欧の雪景色が目に浮かぶようです。